村ヒロが26日、7回目の抗がん剤治療を受ける予定であることを自身のアメブロで明かした。小村ヒロ公式部ログよりスクリーンショット小村は別途の上で撮影した写真とともに、今、これから7回目の抗がん剤治療を受け、ますと報告。6月19日に更新したブログでは、採血の結果、白血玉数や血、色素量が基準値に満たなかったため延期となったことを報告しており、無事、受けられますようにと祈るように綴った。この投稿に、無事受けられて。そして副作用も出ませんように。たくさんたくさん祈ってます。しんどいけど、のんびりとね。ヒロちゃん、ただでさえ、暑さでバテるのに、無事、に終わりますように。頑張れ、頑張れ、頑張れ。など、応援や励ましの声が寄せられている。小村ヒロ、抗がん剤、治療おはようございます。今日これから7回目の抗がん剤治療を受けます。無事受けられますように感謝の一、日になりそうです。小村ヒロオフィシ、やるブログ。あでやかにひろやかに B ワードがやめば小村ヒロ抗がん剤治療が延期に頑張れ日本頑張れ大阪頑張れ私女優の小村ヒロが19日に更新したアメブロで抗がん剤治療が延期になったことを明かした。アベマタイムズがんと戦う小村ヒロ CT 検査の結果を報告。治療の効果は出ています。女優の古村ヒロが6月8日に更新したアメブロでCT 検査の結果を報告している。アブ、エミタイムセブマスペシー、エールチャンネル無料のインターネット。テレビは、アベマ TV、アベマ TV、アベマ TV のアベマスプッシュチャンネルで現在放送中の番組が視聴できます。